はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。帰ってきましたね、魔導書が。本日はですね、魔導書デッキです。5億年ぶりの魔導書。一回ね、規制がかかりまして、魔導書デッキ、あまりにもソリティアが長いっていうの、強すぎるっていうので規制が入りまして、でまあずっとその規制のまんまだったんですけれども、まあ、今回ですね、リミットレギュレーションの発表がありまして、ゲートの魔導書がリミット3、そしてセフェルの魔導書がリミット2になるということが発表されまして、で適用されているんですが、まあ一応リミット3とリミット2とはいえ使えるわけですわ、別にね。このね、この3枚上のここの効果ね、相手のフィールド上のカードを1枚選んでゲームから除外するっていう墓地の魔導書を除外すると、これがねめちゃくちゃ強いんだよ。やっぱ選んで除外するっていうこの効果、これがまあ強いと。これがまた、まあ楽しめる喜び、喜びというか悲しみというか、これちなみになんですけども、プチ情報として、シャイニング松坂の兄貴は菅田将暉さんのねラジオで、魔導書的に対して、あれさ、あれ迷惑じゃないっていうね名言を残してまして、まあそこから生まれたのが、あれ迷惑じゃないっていう言葉なんですけれども、まあ、このデッキ、まあ現環境で、このインフレが進んでいる現環境で使ってみたんですが、ですね、パワーが若干足りないですね若干パワーが足んないなって思いました。これなんでかっていうと、ゲートの魔導書もちろん強いんですけど、選んで除外するんで、ただやっぱり1枚しか除外できないんで、結局その今のこの展開力が高い環境で1枚除外しても止まないデッキがすごく多いんですよ。まあ、一応1ターンに1枚必ず相手のカードを除去していけるような感じなので、めちゃくちゃ強いと思いきや、まあ、やっぱ展開、横に展開する能力が高いデッキはやっぱどうしてもね、除去が追いつかないっていうのと、あとですね、回答札が多すぎまして、例えば、まあ、サイクロンとか、コスメキサイクロンとかバック除去がまず辛いですよね、ゲートの魔導書は。だし、あと月の書で魔法使い族を裏側にされるのもきついんですよ。魔法使いがいることがなくなっ、情報がなくなっちゃうんで、だからね、これね結構辛いっす使ってる感じ。ただあの頃の魔導書の動きはやっと帰ってきたんで、ゲートの魔導書を連発することはできるんで、これをね、皆さんにも久しぶりにお見舞いしていこうと思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、これから相手、サメちゃんサイクロン入ってるんだよな。だいたい行くしかねえ。バテル持ってきて、でバテルを召喚、魔導書バテルを召喚、バテルを召喚っていうワード5億年ぶりに言ってるんですけど、私懐かしすぎるなこのデッキ。トーラの魔導書、いやーこれサイクロン多分1枚くらいあると思うんですよね、相手おそらく。で、まあ、とりあえずトーラをなんかブラックにセットしておくことによって相手をビビらせる作戦でいいと思う、これは。聞いてあるしな、これもう一回次のバテル見れば、これで次の初動も確保しておきながら、カードを2枚ほどセットして、多分あのデッキはおそらくコスミックサイクロンじゃなくてサイクロンだと思うんですよね、入ってるの。なんでうちのバックは多分墓地に行くと思う。速攻魔法サイクロン、どっち、フィールドの魔法、トラップカードを1枚押し込んでいました。外したようだな、外したようだな、それは外れたぜ。よし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 、サイクロンの的を2枚用意しておくことによってゲートの魔導書を破壊させないというプレイング。いいだろう、カードをセット、いいだろう、いくぜ。あ、モンスターを召喚、ディーバ、モンスター効果発動、ディーバオーケー、ディーバオーケー、さあディーバオーケーは全然いいですよ。さあ何が出てくるかな、出てきたモンスターによって変えましょう。モンスターを特殊召喚、狙撃兵、狙撃兵別にいいよ、狙撃兵別にいいよ、サメの領域、いいよいいよいいよ、狙撃兵は別にいい。まあ重装兵、重装兵やったら飛ばすかもしれないけど、普通に重装兵やったら、あれ出てきた後に飛ばすのいいかもしれないね。はい、いいです、大丈夫です。重装兵だったら立体になったところで、ここではい、ゲーテボッチの魔法カードを3枚ほど除外させてもらおう。いきます。相手フィールド上のカードを1枚選んで除外します。さようなら、モンスター効果発動、はい、そういけ、いいでしょう、もうセットカードありません。よし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 よ
そこは人カナディアは強えな。でとりあえずバテル召喚は、バテル召喚、バテル効果発動、バテル効果によってまた最強のカードを持ってくるぞ。グリモの場所、よし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 。カナディアと底なしっていうことは1体ずつ処理していくカードなんで、これはエクシーズも何も戦闘、これそのまま殴った方がいいですね。多分そのまま殴りが正解ですね。でバック除去は多分ないんで相手、これはアルマの方がいいな。アルマで、ちょ俺合ってんのかな、ちょ、魔導書有識者に聞きたいんだけど、俺の回し方合ってんの。これセッペルの魔導書持ってくるでしょ。でアルマをコピーしてもう一回除外から回収すればいいんだよね。これ俺合ってんのかな、ちょマジで分かんねえこれが一番なんか無駄がない動きなような気はするんだけど、どうで、墓地のこれはグリモじゃないためならゲーテ持ってくるから、グリモの魔導書をコピーして、でグリモの魔導書の効果によってゲーテ持ってくる。はい、でラメイソンは発動しよっか。ラメイソン発動をしておこう。で、ゲーテセットしといて、えんのかな、殴ろう、そのまんま。エクシーズとかしたら底なしとかかなで踏むんで、まんま500ビートしましょう。バテルビートバテビ、バテビダイレクト。よし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 、あと何回殴ればいいんだ。あと6回か、あと6回バテル殴ったら勝ち、あと6回バテル殴ったら勝ち。さしろ、まあ、サメちゃんはねそこまで展開力めっちゃ高いわけじゃないんで、まあ、ゲーテでまあどうしようなんか止まってくれるかなとは思いますね。まあ、伏せカード強いけど、何を狡猾、なかなか最強カードをセットすんじゃねえか、やるな貴様カーシロ。でもさすがにね狡猾だけはマジで打たれると終わるんで、さすがに戻すパターンもあんだけどな。いやでも次のターン勝てないしな、除外しよう、ちょっと狡猾は除外しとこう。戻しても結局なんかあれだ、あのまた手札に戻るだけだ。除外するのどれがいいんだ、どれでいいんだ、除外するのどれがいい、どれがいいんだ、これわかんない。これでいいのわかんねはい、で狡猾な落とし穴とかいう最強カードを選んで除外させてもらうぜ。切断だここ折れたかな、このゲーテの魔導書アルティメット連打で心が折れたかな、サメちゃん悔しいでしょうね。ゲーテの魔導書2枚で分からされるのは悔しいでしょうね。カードへの愛情感じねえよ別に、いや感じねえだろいや感じねえだろ別に、感じなかったぞ。さあお相手の方、うわカリバきちい、カリバの健康、間違えた、カリバに高校を取られるとマジできつい。ゲートの魔導士がマジでね、無とかさかすか、まあ無じゃないけど一応初動飛ばせるからまだワンチャンだけど、いやこれサイクロンマジでやめて、もうサイクロンケアできねえわこれ、無理だわ。セフェルの魔導士行くしかねえ、セフェルの魔導士で、グリモの魔導士発動、グリモ魔導、グリモ魔導で、これで使えるカードじゃないといけないのね。トーラの魔導書でいいの、これアドバンテージ稼げるカードないんだよな。なんかクレッセンがね、あったらクレッセンでよかったかもしれない。クレッセン1枚持ってきてとかよかったのかな。これクレッセンが1、強いかもしれないんだけど、初手だとバデルから持ってきてグリモがある場合ね。ただなあれなんか墓地の魔導書あると使えないんだよな、なんかアトリキックされるしな。でも一応一番アドバンテージ稼げるのはクレッセンだと思います。はい、僕は抜きましたけど、後引き弱いから、まあ、こういう時にクレッセンがあるとちょっといい、強いけどね。せやなー、ヒュグローいやーヒュグロー使うしかないか。こういう時にね、このあれなんですよね、バテル入りする時にクレッセン欲しくなるみたいなことあるんですよね。とりあえずヒュグロでバテルで、セットでこれ人掛けエンドするしかない、これ人掛けエンド、人掛けゲーテエンド、アドバンテージ稼げてないからぶっちゃけクレッセンはあった方がいい気がしてきた。シャネラー、はい、カリバいいでしょう。じゃあ俺のデッキいつもちょっと構築頑張りに許して、とりあえずこのゲーテの魔導書で一旦初動は潰させてもらうけど、清掃とかあったらやばいけどね、大丈夫だ。よし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 、選んで除外なんでスワローズネストとか、あっても入ってても
よ。マジいいの？ターンエンドマジいいの？ターンエンドあトップワンチャン強い。でとりあえずまずは何持ってきたりか分かんないからとりあえずアルマの魔導書を先に使って除外から回収するのはグリーモの魔導書。はい。でバテル召喚でバテル効果グリモで持ってこれるから何でも持ってこれるんでこれはセフェルでよくて、でグリモの魔導書発動でグリモの魔導書の効果でこれは、セフェルがあるからラメイソンでいいのか、ラメイソンでラメイソンでいいかな、ラメイソンでよくて、でセフェルの魔導書を使ってでセッフェルの魔導書でラメインソン見せて、グリモの魔導書をコピーじゃアレマの魔導書コピーすると除外から回収、これ除外今何やんの、あグリモの魔導書でいいよ、グリモの魔導書持ってくるしかない、グリモの魔導書コピーするでゲーテの魔導書持ってくるでラメインソン発動、これエクシーズした方がいいかな、さすがに打点高いから、これエクシーズした方がいいか、打点高いし、あでも月の書とかあんのか、やべえ月の書ケアできてないこれ、いやーこれやべえちょっとやっちゃった、まあいいや、これ多分ね2体いた方がいいな、あの今月の書とかいうカードめっちゃ増えてると思うんで環境に、だから、まあ、月末ランクマ隊だから多分あんまりないかもしれないけど、あの多分これ2体いた方がいいかもしれないね、あの1体魔法使い1体にするよりは2体にしちゃった方がいい気がする、なんかそしたら月の書1枚でも一応ゲーテ発動できるから、これゲーテあの裏側にされるとマジきついんで、もゲーテ裏側じゃないや、あの自分裏側にされるとあのゲーテの魔導書の3枚除外ができないんで、弱っお前、一応それは割れよ、ゲーテの魔導書あれ多分フルモンだなってことだ、まあ、動けないとそうなりますよね、とりあえずラメイソンの効果を発動します、ラメイソンの効果によって俺は魔導書カードをデッキに戻すことによってカードを1枚ドローすることができる、戻れゲーテよし強い、そしてグリモの魔導書発動、グリモの魔導書の効果によってまた魔導書カードを持ってくるぜバテルちゃん、そしてアルティメットバテルちゃんを召喚、バテルちゃんの効果発動、このチビスケの効果によって魔導書カードをまた持ってくることができるぜ、ゲーテル魔導書をさらに持ってかさせてもらおうぜ、そしてなとりあえずゲーテル魔導書で三女速攻魔法を発動します、つえーでアルマの魔導書の効果発動、アルマの魔導書の効果によって除外ゾーンからこれはだからセフェルの魔導書を持ってきてリミット2なんで使い回すことが必要と、でセフェルの魔導書の効果を発動、セフェルの魔導書の効果によって絶望のカードを相手に見せつけることによってアルマの魔導書のカードをコピーし、スフィグルの魔導書を除外ゾーンからもう一枚回収していくで長えなこのデッキ、迷惑だろこれ、キング松坂は言っていた、あれ迷惑じゃないってな、やはりなこのソリティアを見せつけられる気分はどうだ、俺が相手だったら確実にブロックしているな、うん、俺が相手だったらな、これかこの盾、さあお相手の方アポリア、私のターン、アポリアか、スキル掘ってるのか本当に気候を使ってるのかどっちかわかんない、とりあえず僕はクレッセンを持ってこさせてもらうぜ、クレッセンの効果を発動、クレッセンの効果によって、デッキから3枚の魔導書カードを相手に見せつけ、そして相手は1枚ランダムにその中からなんか1枚選んで僕の手札に加わるやつ、はい、まあこれは何でもいいや、アセフェル、ああ強いね、でグリモの魔導書発動、グリモの魔導書の効果によりデッキから魔導書カードを1枚お手札に加えることができる、ラ・メイソン、ラ・メイソンでか、ラ・メイソンで、セフェルの魔導書を発動、セフェルの魔導書の効果によりラ・メイソンを相手に見せつけ、そして、墓地のグリモの魔導書の効果をコピーし、グリモの魔導書として使う、これによって俺はゲーテの魔導書を手札に加えさせてもらって、そして、カードを1枚発動、ラ・メイソン、セッ
ットします、セットします、ターン終了です、ターンエンドです。なんだかんだゲーテル魔導書すぐ打てるのいいよね。やっぱり魔導書がバンバン墓地に止まるんで、ギョッコやばいって、ギョッコとかいうやべえカード入ってる。トーラの魔導書打って、これ使おう、トーラの魔導書打って、これはどっちでもいいな、魔法カードの効果かけない、トラップカードの効果かけない、魔法カードの効果かけない、どっちもいいな、これ魔法カードの方がいいか、魔法カードの効果を受けないで、バテルにこう発動してストロング効果に遅延すると玉光で、セットされたカードが発動することができるっていう効果で、これでいいのかな、なんかどれ除外したらいいの、これちょっと有識者に教えてほしいんだけどさ、これどれ除外したらいいの。俺分かんないんだけど、これでいいの、はい、でゲーテル魔導書の効果でバテルを裏側にしていく、オッケーオッケー、これでまあ一応魔導書は止まった、はい、気候喪失、本物の気候使いやった、はい、でオブリガード、オッケーオブリガード、オッケーオブリガード、オブリガード、オッケー、オブリガード、自分をぶっ破すると、自分をぶっ破すると、デッキから気候兵モンスターを2体特殊召喚することができる、気候喪失の効果、あーなるほど、あラメイソン、なるほど、うまいじゃないか、ラメイソンはでも一応破壊されるとなんかデッキからモンスターを出せる効果持ってるが、出したところで今意味はない、ワイゼルインフェリティいいだろ、あ待ってちょっと待って、ワイゼルインフィニティ君さ、なんか魔法カード止める効果なかったっけ、やばくね、やべえこと、やべえこと起きてるけど、これ出すしかねえんだよな、バテル持ってきたこと意味ないしな、テンペル出しておくしかないわ、これさ魔法カードの効果一旦一回止めるとかいうなんかガチでやばいこと書いてあるんだよね、確かワイゼルって、これやばいかな、もしかして終わったこれ俺人生、はい、でギアギガントクロス、ギアギガントクロスの効果、レベル4以下の機械族モンスター1体を手札に加えるという効果を持っている、アブソープション切っちゃった、切っちゃった、やばいよ、助けて助けてくれ、体でも1体しか殴れないから大丈夫だ、一応この盤面でもワイゼルしか殴れないからなんかワンチャンある。どっちか残る、よし、オッケー、よし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 、まあいいだろう、オブリガード1体な、うんこを開けつけるのか、ドロー、消えてきた、なるほどなるほど、一応4枚あるのね、墓地に4枚ある、4枚あるのか、これさ発動、発動無効か、発動無効、発動無効に社会する、発動無効に社会するか、発動無効に社会するってことは結局2回発動できるってことやな、つまりあの一旦に一度しか使用できないって書いてあったらダメなんですけど、なんか発動できないって書いてあるんで、これ2回打てば2回いけますね。あの2回打ちましょう、これはこれね、一旦2回ゲート打つしかない、ワンターン逃げてでバテル召喚でバテル効果と、バテル効果でまあとりあえずセフェルかな、セフェル、セフェルっぽいな、これセフェルっぽいですね、セフェルで、まずですね、まずゲーテ打ちましょう、ゲーテ打って多分止めてくるんですよ、これはこれは止めてくるんですよ、多分3枚除外します、カードを、はいはいはい、これ3枚除外して、はい、どうする、無効にしてくるか、無効にしてくる、無効にしてくると無効にしてくるよな、いいだろう、発動無効、もう一回打つぞ、もう一回打つぞ、俺はもう一回打つ、セベルの魔導書効果発動、スベルの魔導書の効果によってヒグルの魔導書を相手に見せつけることにより、もちろんグリモンの魔導書の効果をコピーさせてもらうぜ、そして俺が持ってくるのはもちろんアリマの魔導書、アリマの魔導書を手札に加え、そしてアリマの魔導書の効果を発動、アリマの魔導書は除外されているマジックカードを1枚選択し、そのカードを手札に加えさせてもらう、もちろん手札に加えるのはゲーテル魔導書、人格ゲーテル、いけー、うおーうおー、墓地のマジックカード3枚を除外し、これ何除外すればいいのか分かんねえ、分かんねえ、誰か教えてくれ、これグリも除外していいのか、いやい、消え捨てろ、消え捨てろ、消え捨てろ、ワイゼルインフィニティ、ふっ、よし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 、そしてレベル2のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシエンス召喚、シャインエル、
そして手札よりマジックカードキュークロの魔導書を発動。キュークロの魔導書の効果によりシャインエルフの攻撃力を1000ポイントアップさせる。バトルベースいけシャインエルフ。そしてシャインエルフがセット打開した場合ヒグの魔導書の効果を発動。ヒグの魔導書の効果によりデッキから魔導書カード1枚を手札に加えることができる。よし、だいぶ魂してる、だいぶ魂してる、だいぶ魂してる。頼むこのモンスターを返し合ってくれ。気候喪失やべえ、気候喪失やべえ、気候喪失やべえ。いやー何が出てくる、またあれかインフィニティかなんか出てこないよな。ちょワイゼルだけやめてくれ、ワイゼルだけはマジで勘弁してくれ、頼む。ちょっとなんか喉疲れたな。あと魔導書なんか回してるだけでさどんどん時間がかかってくるんだけど、ワイゼルアイン、はい、シャインエルフの効果発動しなくてもいいよ。いいえ、え、これ待って、飛行喪失の効果もうさ残り20秒切ってなかった今、なんか今赤い文字見えたけど大丈夫俺これ残り時間なさすぎないか。はい、喪失効果、はい、喪失効果で、あ、玉光割っていくから邪魔だもんね、気候帝は、はい、うわぁうわぁワイゼル、いや、タイミング逃した、やめてくれ、うわやばいやばい、また一旦に2回消えて撃たなければとりあえず、グリモの魔導書の効果を発動するぜ。グリモの魔導書の効果により、アレマの魔導書を回収していく。そして、まずバテルを召喚していくしかない。バテル召喚、バテル召喚効果、バテル召喚効果、ゲーテル魔導書を手札に加えさせてもらうぜ。そしてもう撃つしかねえ。ゲーテル魔導書を発動。ゲーテル魔導書の効果により墓地のカードを3枚除外して、はいはい、なんかわかんねえけど、なんかこれどうやって除外したらいいか全然わかんねえ。いけ、さあ無効にしてくるか、いいだろう、いいだろう、発動無効はいいだろう。そして俺はアレマの魔導書の効果を発動。アレマの魔導書により除外されている。ゲーテル魔導書しかないか、これゲーテル魔導書しかない、ゲーテル魔導書しかない、ゲーテル魔導書回収、頑張れ頑張れペガサス、速攻魔法ゲーテル魔導書発動。何回発動してんだよ、もうこれ4回目だぞ。うおー消えろ消えろ、バトルいけ、じっかけバテルビート、ダッシュ量あと4秒、残り時間はあと4秒、残り時間はあと4秒、耐えろバテル、頑張れバテル、よしいけるぞバテル、テッペル、うわいらねえ、行くしかねえ、行くしかねえ、バトルいけ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 、じっかけバテルテッペルビート、いけ、よしダッシュ量事故れ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 、もうデッキの中にもうワイゼルしかいないみたいな感じになれ、もう課金モンスターいないみたいな、よし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 、ある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 、うわいられゴミ、メスガキ、メスガキマジ邪魔、メスガキマジ邪魔、行くしかない、どこいないか、あと200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 削ればいけなんだこのクソデッキ、なんだこのクソデッキ、頼む頼む、何もしないでくれ、事故っててくれ、きたうわー、俺は2体のモンスターをリリースしちゃうのなし召喚、いけっちろー、ダイレクトアタック、うわーなんだこのデュエル。